ます。木戸口英二君立憲民主社民の木戸口英二です私は会派を代表しただいま議題となりました子ども子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案に対し反対の立場から討論をいたします令和元年の86万ショックに続き令和2年の出生数は過去最小となることは確実と見られていますさらに新型コロナウイルスの影響が大きい 令和3年の出生数においても、減少傾向はさらに加速する見通しで、80万人を下回る見込みです。しかし、本法案の質疑において、国難という言葉を踊っても、真に危機感が共有されたとはとても言えず、政府からは、国難突破のための道筋が熱を持って語られることはなく、政府の言う総合的対策が、実効性と具体性を覆い隠しているとも言えます。 政府は全世代型の社会保障制度を掲げ、消費増税の増,税増収分を待機児童の解消、幼児教育、保育の無償化に充てるとして、国民に負担増を求めてきました。本法案では、児童手当の特例給付に所得制限を設けることで生じる財源を、保育の受け皿確保にかかる費用に充当するとしています。財源不足を補うために 高所得者のさらなる負担を求め子育て世代間の融通で賄うことは政府による少子化対策の財源見通しの甘さ子ども子育て支援への理念の欠如と言わざるを得ません子どもの育ちを社会全体で支えるという普遍主義の哲学から親の年収にかかわらず全ての子どもに対し児童手当を給付すべきと考えます よって児童手当に所得制限を設ける本法案は断じて容認できません本法案により児童手当の特別給付の支給対象外になる年収1200万円以上の方の勤労や消費出産子育てへのモチベーションを奪い少子化をさらに加速させる懸念があります所得制限を1200万円とした根拠も薄弱で子育て世代の 生活実態についての調査や分析も行われておりません。根拠なき線引きが国民を分断し、制度への不信、不満が子育て政策に対する国民の幅広い理解と協力を遠ざけることになりかねません。さらに政府は、新子育て安心プランによる保育の受け皿整備を進めるとした中で、短時間勤務保育士の活躍促進として、 待機児童がいる市町村において各クラスで上勤保育士1名必須との規制をなくしそれに変えて2名の短時間保育士で過渡するとしています保育士不足の現状への対処策として上勤保育士の負担軽減もせず短時間勤務保育士で代替しようとするのは上勤保育士の負担増にもつながりさらなる上勤保育士離れを招くあまりに短絡的な政策です 保育の質を担保するため、各クラス常勤保育士1名を必須とする規制は緩和,緩和すべきではなく、まずは保育士の配置基準を見直し、常勤保育士の業務負担を軽減することで、新たな保育人材の確保を目指す施策が必要です。政府が子ども庁創設の議論と並行して、新子育て安心プランの不足する財源を補うために、 子育て支援策の中での予算の付け替えに過ぎない法案を提出することは、国民に対する欺瞞と言えます。諸外国に比較して乏しい子育て支援にかかる予算の中でやりくりするのではなく、子育て支援にかかる予算そのものを拡充すべきではないでしょうか。かつて子ども手当や高校無償化の制度が創設され、それぞれ親の所得制限を置かなかったことは、社会全体で子どもを育てる、 子一一人一人の権利を擁護するといいいう理念に基づいていました政府が推し進める児童手当、0・2歳児の幼児教育・保育の無償化、高校無償化、大学の貸与奨学金等において、所得制限を設けるということは、どのような理念に基づいて、子ども・子育て政策が進められるのか、控除を交代させ、自助を強めていくという菅政権の姿勢を浮き彫りにしているのではないか。 政府の少子化社会対策大綱にある国民が結婚、妊娠、出産、子育てに希望を見いだせる社会は、本法案からは到底見いだすことはできません。以上申し上げ、私の反対討論を終わります。